んが特待生用にって夏期講習で出された課題、やっとやっとやっと終わったんです。おお、すげえじゃないか。練習の合間にもずっとやってたもんね。はい、やってもやっても終わらなくって、シャーペン持ったまま寝ちゃったのは受験ぶりでした。ライブの練習もあったのによく頑張ったね。ライブだけじゃねえぞ、ロックはバイトもやってるんだからな。なんでマスキングが自慢げなわけ。ロックさんは3年間特待生を維持するという条件で上京されたんでしたよね。はい、もし課題が終わらなかったら地元に帰らなきゃいけなかったかも。ありえない、そんなことになったら私が無理やりでも連れ戻すわ。チュチュさん、ありがたいですけどなるべく穏便に。とにかく今回はこれでラスを続けられますから。ロックさん、本当におめでとうございます。はい、あ、そうや、実家に電話したかった。そういえばロックは夏休み中実家に帰ったの？確かに、そんな暇なかっただろ。もちろんちゃんと帰りましたよ。本当にちょっとだけになっちゃいましたけど。ちょっとってどれくらいです？お盆の間の2日間だけ。短。それならあまりのんびりできなかったのでは。いえいえ、朝はのんびり9時くらいまで寝てましたし、家族とも久しぶりにたくさん話せました。ただ元バンドメンバーとは予定が合わなくて、それだけが心残りといえば心残りですね。そっか、残念だったね。それならビデオ通話でもすればいいじゃない。今はスマホでもできるでしょ。お前な、そういうことじゃねえんだよ。はあ、大丈夫です大丈夫です。私が皆さんとたくさん練習したかっただけなので。それに地元でバンドを組んでた3人とはこまめにメッセージをやり取りしてるから、最近起きたこととかはお互い大体知ってるんです。中学でバンドを組んだ時から続けてる SNS でもみんなが出かけた時に撮った写真を投稿してくれて。写真であってもいつも顔を見ているとその人がすごく近くにいてくれるような気になりますもんね。パレオもスタジオに来られない日は皆さんと撮った写真を見返したりしますし。私もです。なんだか不思議と寂しさが和らぐんですよね。元バンドメンバーともそんな感じです。だから皆さんあまり心配しないでください。ロック、そろそろ練習を始めるわよ。分かってるでしょうけど昨日の続きからやるわ。はい。練習お疲れ様でした。ちょっと早いけど失礼します。ロックさん、もうお帰りですか？実は課題をやっている間は家の手伝いを少し減らしてもらってて、だから私今日からその分頑張ってお手伝いするって決めてたんです。偉いね、ロック。頑張れよ。はい、それじゃあ皆さんまた次の練習で。ロックさん、課題が終わってもお忙しそうですね。学校も家の手伝いもいつも本当に頑張ってるよね。ちょっと心配になっちゃうくらい。地元の友達とも会えなかったんだろ。知らなかったな。そうですね、こうなったらもうサプライズパーティーを開くしかありませんね。ん？ちょっとパレオ、何をどうしたらそうなるのよ。ロックさんが無事課題を終えたお祝いのパーティーです。サプライズである必要性は？せっかくなので最も喜んでいただける方法がよろしいかと。私もサプライズに賛成だな。ロックのためだっつって準備したらあいつ遠慮しそうだし。マスキはサプライズパーティーとかほんと好きだよね。チュチュの時も一番楽しんでたし。うるせえな、人のこと言えねえだろ。
レイだってこういうの好きなくせに。仕方ないわね。ちなみに場所はここでいいのよね。お、楽しみにしてるやつがもう一人いるぞ。違う、まったくもう。準備はパレオが中心になって進めてちょうだい。そもそも最初からそのつもりでしょうけど。イエス、パレオ、そのミッション受けたまわりました。必ず大成功させてみせますのでご期待くださいね。よいっしょ。はあ、重かった。勢いで結構買ってしまいましたね。でもこれでリビングの飾りは全部用意できました。お星様のガーランドにカラフルなバルーン、キューン、何度見ても最強の可愛さです。とりあえずロックさんに見つからないように一旦チュチュ様のクローゼットに置かせていただいて。こんにちは。ロックさん、なぜこんな時間に。早めに来て自主練しようかと。それよりもしかしてまたパーティーですか。その飾りきっとリビング用ですよね。どうしてもてれたい。これはミッション失敗です。いきなり見つかってしまいました。いえ、こんなことでくじけてはキーボードメイドの名が去ります。落ち着きなさい、パレオ。場の空気を読んで話を合わせて。確かにこの前のライブは盛り上がりましたからね。パーティーをしたくなる気持ちわかります。すみません、ロックさん、今回はそういうのじゃないんです。そうなんですか。じゃあ何のパーティーなんやろう。実は、実はラスの皆さんのためにパレオが一人でサプライズパーティーを企画していたんです。え、私たちにサプライズ。そうだったんですか。うっかりロックさんに見つかってしまうなんて、もうパレオったら。いつもお世話になっている皆さんに喜んでもらおうと思っていたのですが、爪が甘くて申し訳ございません。あ、謝らないでください。私はパレオさんの気持ちだけで十分嬉しいです。それに私以外にはまだバレてないんですよね。だったらまだまだやれますよ、サプライズパーティー。ロックさん、ありがとうございます。ではこの件は他の皆さんにはご内密に。もちろんです。そう言っていただけて安心しました。パレオは今後もサプライズパーティーの準備を続けますので、何があっても知らないふりでお願いいたします。ナイスパレオ。我ながら見事なアドリブでした。まさに土壇場からの逆転劇。まだまだこのミッション諦めるのは早いですよ。それにここまで念を押しておけば疑われることなくいろいろな準備ができそうです。それなんですが。はい。サプライズパーティーの準備、私にも手伝わせてもらえませんか。あら、私も日頃ラスの皆さんにはお世話になってますし、この間帰省の話をした時も皆さんが私のことをすごく考えてくれたのが嬉しかったんです。地元の友達に会えなかったのは正直少し寂しい気持ちもありましたけど、それ以上にやっぱりラスは最高の仲間なんやってジーンときました。だからぜひ私にもラスの皆さんにお礼する機会をください。ロックさん、わかりました。二人で最高のサプライズパーティーにしましょう。流れでうなずいてしまいましたが、ロックさんへのサプライズをロックさん自ら。それはどういうこと。こういうのってワクワクしますね。みんなどんな顔して驚くんやろ。ですね。きっとロックさんが一番驚くと思います。軽く説明しますと、場所はここチュチュ様の家のリビングでやるつもりです。飾
飾りはこの通り揃っておりますので、次は料理をどうしようかと考えてるところだったんです。料理いいですね。いつもならマスキさんがケーキを焼いてくれますけど、今回は少し趣向を変えて皆さんが好きなものを揃えるのはいかがでしょう。チチさんだったらジャーキー、レイヤさんだったら甘いものやホットミルクってことですよね。うん、すごくいいと思います。ちなみにロックさんは何が出てきたら嬉しいですか。私ですか。焼いたお芋さんもいいし、たい焼き、どら焼き、おはぎ。あ、でも一番嬉しいのはスイートポテトかもしれません。スイートポテト、お好きなんですか。普段は焼き芋の方が好きなんですけど、今なんだか昔食べたスイートポテトを思い出してしまって、地元の友達とバンドを組んだばかりの頃だったと思うんですけど、ライブの打ち上げにお小遣いをもらって、喫茶店かケーキ屋さんのイートインスペースでお茶をしたんです。子供だけでそんなことなかなかできなかったから、なんだか急に大人になったような気がしてすごく嬉しかったな。なるほど、その時に食べたスイートポテトがロックさんの思い出の味なんですね。はい、食感がしっかりとしててバターたっぷりで、食べると口の中にふわっと甘い香りが広がって、味は覚えててもどのお店で食べたかは思い出せないんですけどね。そうなんですね。ではマッスーさんに味をお伝えして再現してもらうというのは。考えたことはありますけど、うまく伝えられる気がしなくて、それにマスキさんのスイートポテトもテラウマなので、それはそれ、これはこれで食べたいです。わかります。マッスーさんの作るスイートポテト、パレオも大好きです。なるほどなるほど、スイートポテト、それも思い出の味と。パレオさん、いえいえ、何でもありませんよ。では次はマッスーさんの好きなものですね。皆さんが一番喜ぶ最高の料理、サプライズパーティーまでに絶対用意してみせましょう。みんなが一番喜ぶ最高の料理、なんだか一気にハードルが上がったような。大丈夫ですよロックさん、こういう時はとりあえずイエスと返事したらいいんです。先にイエスと言ってしまえば、あとは結果を出すしかありませんから。イエスパレオってそういうことだったんですか。気持ちいいお返事、もしくはパレオの決意の表れですね。ではロックさんもご一緒に、イエスパレオ、イエスロック。本当に大丈夫やろか。お任せください、パレオが絶対に素敵なサプライズパーティーにしてみせますから。カメラマン、今回の撮影はこだわりが強い感じの人だったね。その代わり彼女の腕は一級品よ。広報用にいい写真ができそうだわ。パレオ、ジャーキー。あ、パレオとロックは今日お休みでしょ。カメラマンさんの都合で撮影は私たちだけにするって言ったの。チュチュじゃない。わかってるわよ、ついいつもの癖が出ちゃっただけ。仕方ないから、今日は私が取ってあげる。確かキッチンの上の棚にしまってあったよね。あれ、ジャーキーここから取ってもいいのかな。どうした。なんかいつもの場所にジャーキーがみっちり詰まってて。うわマジだ、こんな量一気に食ったら体壊すぞチュチュ。私が頼んだわけじゃないわよ。そのジャーキー、赤鬼のマークがついてるやつでしょ。私が最も気に入ってるビーフジャーキーよ。この間パレオが急に大量に買い込んできたの。パーティーで食べる用かな。だと思うけれど、聞いてもなんとなくはぐらかされるのよね。まあ
こんだけあるんだし、一つくらい開けてもバレねえよ。マスキ、雑。あ、そういえば私たちもそろそろパレオから頼まれたことの準備をしなきゃね。私はもう始めているわ。仕上がりは順調よ。あ、本当？レイはなんか料理して持ってくるんだろ。それに合わせてデザート作るから、何にするか決まったら教えろよ。わかった。パレオが他にもいろいろ考えてるみたいだったから、相談して全部決まったら報告するよ。ロックって好き嫌いはあんまりないよね。辛いもんが苦手なくらいじゃねえの。あとは何でもうまいって食べてる気がする。何でも好きってこういう時困るね。もうちょっと他にないかな。甘いものが好きくらいのイメージしかないわね。だよね。そんじゃ聞いてみるか。誰に？本人。ロックのことだし、休みの日でも家でギター弾いてんだろ。ちょっと正気！いくらロックが鈍感でも、好きなものをストレートに聞いたりしたらさすがにバレるわよ。平気平気。通話履歴からこれだ。あ、かけちゃった。はあ、マスキングにサプライズは10年早いわね。やあ、ロック。マスキさん、どうしました？あのさ、ちょっと聞きたいことがあんだけど。なんか牛がいた。牛？うん、もう腕が限界です。乳搾りってこんなにきつかったんか。ファイトです、ロックさん。最後まで優しく絞り切って新鮮な牛乳をいただきましょう。そうや、私はレイヤさんのために最高の牛乳を絶対絶対持って帰るんや。そうです、その息です。もう一頑張りですよ。イエス、ロック。さすがに疲れましたね。はい、でも牧場体験楽しかったです。やりきったって感じがして。それは良かったです。パレオも手配した甲斐がありました。そうだ、ロックさん、せっかく牧場まで来たんですし、 SNS に上げてお友達に知らせてみてはどうですか？え、でも私の SNS アカウントはほとんど見るの専門ですし。それでもお友達はロックさんが何をやって過ごしているか知れたら嬉しいと思いますよ。元バンドメンバーならなおさらです。そっか、そうかもしれませんね。それじゃあパレオさんも一緒にお願いします。あれ、自撮りってどうやったらいいんやろ。そこはパレオにお任せです。では行きますよ。2、1。ありがとうございます。花の国牧場に来たよ。送信。この写真みんな見てくれるやろか。きっと喜んでコメントしていただけると思いますよ。だといいんですけど。ではそろそろ2セット目に参りましょうか。2セット目。はい、1回分の牛乳では5人分に足りないとのことでしたので、2回分申し込んでおきました。それではここからも張り切ってまいりましょう。まだやるんですか？
ってきたパーティー用の飾り？テーブルの上に広げてみるとかなり量あるね。かわいいよな。なんかまだ細かいのは買い足したいって言ってたぞ。今日はそれで練習に来るのがギリギリになるそうよ。飾りの他もなんだかんだと手を回して忙しそうにしてるわ。まったくパレオは凝り性よね。おはようございます。おい、ラックが来たぞ。飾りは隠せ。皆さん、もう来てたんですね。今日もよろしくお願いします。ええ、よろしく。前回注意したところはきっちり克服してきたんでしょうね。もちろんです。早くお聞かせしたいくらいで。あ、スコアを見ながら相談したいところがあったので、ちょっとテーブルお借りしますね。あれ、足元に何か落ちて。星のガーランド？ちょっと、レイヤー。ごめん、落としてたの、気づかなくって。こんなところに落ちてるんですか。さあ、もしかしたらあれじゃないかしら。パレオがクローゼットの掃除をしていたらたまたま風船パーティーグッズが出てきたんだと思うわ。きっとそうよ。パーティーグッズですか。私はパーティーで使うものじゃないと思うんですけど。いや、パーティー以外何に使うんだよ。どう見たってパーティー用の飾り付け。マスキは黙ってて。それよりロック、あなたちゃんと体調管理はできてるの？そうだよ、最近また忙しそうにしてるよね。え、それはその、いろいろな準備が。準備？何のだよ。え、なんでもないです。なんでもないです。そうや、ここはさっと話題を変えて。そういえばパレオさんまだ来てないんですね。パレオさんこそ最近忙しそうにしてる気がします。こいつ、なんで突然パレオの話をしだしたんだ。もしかしてなんか怪しんでるのか。パレオが忙しいのはサプライズパーティーの準備をしているからだけど、バラすわけにいかない。この話題早く終わらせないと。おはようございます。パレオ、皆さんおさらいで。あら、その星のガーランドは、なぜか足元に落ちていて。パレオがクローゼットを掃除してただけでしょ。そうよね。いえいえ、それはロックさんへのサプライズパーの飾りに使うものですよ。ダメですよ、パレオさん。今バラしたらサプライズがサプライズじゃなくなっちゃうじゃないですか。それに私へのサプライズパーティーじゃなくって。あれ、私への。どういうことですか。私のためにパーティーを開こうとしてくれてたんですね。うっかりバレそうになったのをごまかすための言い訳がラスへのサプライズパーティーだったってわけね。はい、そうなんです。状況は分かったけど、なんで私たちにちゃんと伝えておかなかったのよ。すみません、事情を説明したら皆さん余計顔に出てしまうかと思いまして。否定できない。もしかして私がロックに電話かけた時も二人でどっか行ってたのか。ほら、牛の鳴き声がしたやつ。はい、ちょっとホットミルク用の牛乳をもらいに牧場へ。ホットミルクって私がよく飲むから。そうなんです。日程とか牧場の場所とか体験の予約とか、あっという間にパレオさんが抑えてくれたんですよ。他にもいろいろありましたね。ジャッキーを空港に買いに行ったり、ラーメン銀河にマッスーさんお気に入りのメニューを調査に行ったり。サプライズパーティーをやるって決めてまだそんなに経ってないのに、二人ともすごい行動力だね。
先々で全て段取りが取られていて、まさに仕事人という感じでした。はあ、いい？あんたたち、パレオは仕事人なんておとなしいもんじゃない。これと決めたら一直線というか、平気な顔で想像の遥か上を行くようなことをするんだから、我ながらとんだクレイジーグローに声をかけたものだわ。クレイジーって。でもちょっとわかるな。あと実は私、ロックにも似たような部分があるなって思ってる。ああ、クレイジーがロックで、クールなクレイジーがパレオなのよ。ああ、だからどういうアーですか。まあまあ、ロックさん、パレオたちのパーティーへの情熱をお褒めいただいているということですよ。まあそういうことでいいわ。絶対違うと思います。そういやパーティーのことはちょっと残念だったな。結局サプライズじゃなくなっちまった。マスーさん、マスーさん、ん？ご安心ください。このパレオがチュチュ様に課せられたミッションを台無しにするわけがありません。ちゃんとサプライズはご用意する予定です。それってどういう。というわけでロックさん、明日お暇ですよね。明日？そうですね、予定はないですけど。ありがとうございます。それではいざ、思い出のスイートポテトを求めてロックさんの地元へ。私の地元？本当に来てはった。手を尽くして最短時間で来られるようにはしたのですが、結局日帰り弾丸ツアーになってしまいました。そちらだけご容赦ください。それは全然。次は年末だと思ってたので、また帰って来られて嬉しいです。ただ、どうされました？せっかくだからバンドを組んでたみんなに会えればいいなと思って連絡したんですけど、今日は用事があるみたいで。急な話ですし、仕方がないですよね。気を取り直してスイートポテトのお店を探しましょう。大丈夫ですよ、ロックさん。きっとそろそろ。え？用事があるって言ってたのになんで？あと、トリコ、それにベリー、全員オリオンか？イエーイ！どういうこと？マリオさん、みんなと知り合いでしたっけ？はい、ガールズバンドチャレンジの楽屋でロックさんが会わせてくださったじゃないですか。でもあの時は連絡先の交換なんてしてなかったような。もしかしたらパトさんたちもサプライズがしたいかもと思い、皆さんの SNS アカウントを探してこっそり連絡を取らせていただいたんです。ちょっと特徴的な言葉があれば検索は簡単ですから。特徴的な言葉ってもしかして花の国牧場です。ロックさんの投稿に皆さんが返信されていたのですぐ分かりました。だからあの時写真を撮ろうって。いえいえ、写真を撮りたいと思ったのはパレオの本心ですよ。なんて人や。マリオさんが仲間でよかった。では皆様、積もる話もあるでしょうし、パレオはこれで。うん、でもパレオさんだってせっかく来たんですし。ロックさんには秘密にしていたのですが、実はパレオ、どうしてもやらなければならないことがあるんです。私の地元でですか？はい、ここでしかできません。なぜなら、この近くの川辺は千里様が出演されたドラマのロケ地だったんです。
妹さんたちと遊んでいる間にビューンと行って写真撮影してきますので、本当にお気になさらず。ありがとうございます。それじゃあ行ってきますね。お気をつけて。それではパレオも聖地巡礼に出発です。足早っ。さすがパレオさん。
父さんのお世話とか普段からすごいなと思ってました。そうですね。それが自分のためだったこともありましたが、でも今は人のためと自分のため半々くらいでしょうか。どういうことですか？好きな人に喜んでほしいという気持ちの裏側に、好きな人にいいところを見せたいという気持ちがあるんです。パレオは好きな人がハッピーな顔をしていると嬉しいですが、それと同じくらい好きな人がパレオを好きになってくれると嬉しくて、だからパレオは好きな人に何か頼まれ事をされた時、とにかくイエスパレオと返すんです。今回のことも喜んでいただきたい気持ちはもちろん、ロックさんにいいところを見ていただきたいなと。だってロックさんはパレオの大事なお友達ですから。わ、私もパレオさんは最高で最強のバンドメンバーで大事なお友達です。ロックさんありがとうございます。ロックさんがあんまりまっすぐな目で覗き込んでくるから、パレオは少し照れてしまいました。え、すみません。いえいえ、情熱的で素敵でしたよ。ロックさんのお気持ちに応えるためにも、サプライズパーティーは絶対成功させますからね。ありがとうございます。でももうサプライズではないんじゃ。次の駅で乗り換えですよ。ロックさん、荷物のご準備を。もうそんな時間。イエス、ロックです。料理、これくらいで大丈夫だった？ラーメン銀河のチャーハンもあるから足りると思うけど。お、マジでタコさんウインナー作ってきたのか。マスキが持ってこいって散々言うから。先に言っておくけど、冷やかしたら承知しないから。はいはい。そういや、チュチュの方は準備できてんのか。万全よ。まあそんなに大げさなものでもないけど。飲み物お配りします。今日は特製ホットミルクですよ。ロックさんの分はこちらです。改めて夏季講習の課題お疲れ様でした。そしてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。あ、この牛乳普通のより甘い匂いがする。なんといっても牧場でもらってきた牛乳ですから。朝6時から電車に乗って牛と格闘してきました。パレオ、焼き菓子もう並べちゃっていいよな。よろしくお願いします。マスキさんのお菓子、今日何ですか？今日はフロランタンとシュークリームとクッキー焼いてきた。クッキーのアイシングはこだわったから見てくれよ。うわー、これ私のギターですよね。細かいところまで再現されてて、すっごい。こっちはおっちゃんだ、かわいい。ちょっとマスキング、なんで私の顔のクッキーがあるのよ。やだやだやだ、最高です。マッスーさん、これパレオのために作ってくださったんですよね。パレオのものということにします。勝手にさらっていくんじゃないわよ。待ちなさい。めちゃくちゃ喜んでんな。チチさんは猫のやつですよね。間違えて食べないように避けておきます。今日はケーキじゃないんだね。いつも張り切って大きいの焼くのに。ポテトが主役だって聞いたからな。パレオが用意するっつってたけど。それがスイートポテトは結局私がお店を思い出せなかったから買ってこられなくて。いえいえ、大丈夫ですよ。ロックさん、ロックさんの思い出のスイートポテトはじゃーん、こちらです。まあまあ、一口食べてみてください。じゃあいただきます。はっ。
思い出のスイートポテト。びっくりしました。店がわからなかったんじゃなかったのかよ。でも本当に食べたかったスイートポテトの味なんです。なんで魔法みたいよ。パレオン、どうやったの？もちろんお店で買ってきただけですよ。ロックさんの地元に行ったのもそのためですし。でもロックさんはお店が思い出せないとおっしゃっていましたが、パトさんたちの SNS のアカウントにカフェやケーキ屋さんに行った写真が何十枚かありました。すべての写真を背景の写り込みなどからお店別に分け、行った回数が少なそうな3店舗に目星をつけたんです。なんで行った回数が少なそうなところを選んだの？ロックさんの証言からですね。場所や名前を覚えていないのはそのお店に通っていない証拠ですから。あとは SNS やサイトで徹底的に食レポやレビューを調べまして、ロックさんがおっしゃってた味の特徴と照らし合わせてみたんです。そうしてたどり着いたのがこちらのスイートポテトだったというわけです。お店で試食させていただいたのですが、マッスーさんが作るものと味が似ていたので、ロックさんは絶対にお好きだろうと確信を持ちました。根性や。すごい、スイートポテトのためにそこまでしたんだ。だからパレオはクレイジーだって言ったじゃない。パレオは自分が好きなもののためならとことんやるわよ。愛情が深いからこそたまに常識を飛び越えてしまう。チュチュが言うと説得力あるね。理解が早くて何よりだわ。照れてしまいますね、チュチュ様。照れてない、呆れてるのよ。つーか、ロックを地元に連れて行く意味あったのか？あれはパレオから個人的なプレゼントです。やるからには最大限喜んでほしいじゃないですか。ラスのキーボードメイドとして、ロックさんのお友達として、いいところ見せられました。はい、すっごく素敵なサプライズパーティーです。ありがとうございます。そしてサプライズはこれだけじゃありませんよ。ロック、ギター持ってこいよ。ギターを？それってもしかして。いいからついてきて、カモン。楽器が全部セッティングされとる。ということはセッションです。わあ、やった。ロックが喜ぶって言ったらやっぱりこれかなと思って。音響もライブ用じゃなく、このスタジオで一番気持ちのいい音が鳴るように準備したわ。最高で最強の環境で思う存分暴れなさい。はい、曲は何をやりますか？ダイオット、それともアウトサイダーロデオ、インベードショーもいいですよね。ノー、今日はアドリブで演奏するわ。スコアなんて関係ない、一番活かした音を出したプレイヤーが優勝よ。どう？さあさあ、油断してると今日はパレオが皆さんをガブッといっちゃいますよ。あ、いったな。私も負けられん。今日はとことんいいとこ見せます。